やがったなほう。ポーズの時はつま先から手の指先まで全身を意識しながらね。あと目力も意識しとくこと。あ、はい。それじゃ少し休憩したらレッスンの続き行くわよ。次は服やアクセサリーの見せ方。翼ちゃんは今回モデルの仕事もできてうまくステップアップした。だから今度は樹くんの番よ。樹くんも今回の一件で何か感じる？業界のプロのこだわりを知りましたね。堀野沢さんも舞子さんも写真にかける熱意が半端じゃなかった。そう、その熱意を感じ取れるなら樹くんもプロとしての第一歩を踏み出せているわ。プロでない人は写真の奥にある制作者の熱意までははっきりと理解できないものだから。いつきくん、あなたもこの世界の人間として少しずつ力を伸ばしているのね。はいはいはい、休憩終わりです。レッスンの続き行きます。
守り、忘れ物はないですか？私は大丈夫ですけど、おじちゃん、今日こそハンカチ持ってきてますよね？オーミステイク、今日も忘れてしまいました。まったく、仕方ないおじちゃんですね。私、今日も一枚余計に持ってきてますから、使ってください。 Thank you, マモーリー。まさに三次元に舞い降りた天使です。天使なんて大げさです。マモリちゃん、そろそろスタジオに行く時間でしょ。アヤハが待ってるわよ。あ、そうでした。ほら、イツキ君もお見送り。行ってらっしゃい。仕事頑張って。はい、頑張ります。それじゃあ行ってきますね。またマモリちゃんのハンカチ借りたの？またとか言うな。知ってる？いつきくん、バリーってばマモリちゃんにハンカチ借りたくてわざとハンカチ持ってきてないのよ。な、何が悪いです？私は源マモリ非公式施設応援団の会員第1号ですよ。いや、応援団関係ないんじゃ。汚れを知らないピュア、守ってあげたくなるプリティ、万人を癒す笑顔のチャフォ。源守りという奇跡の少女が汚れてしまわないよう守るのが非公式施設応援団の役目なのです。いつき君はレンチン、レンチンアイドルマモリン知ってる？あ、はい、名前だけですけど。守りが出てる番組ですよね。うん、そう、レンチン視聴率がすごく良くてね。守りのおかげです。守りはアイドル子役として人気急上昇中なのですよ。と、まあこういうファンが増えてるのよ。で、どうにかしてこの人気を歌の方につなげたいんだけど。そういえば守り、たくさん歌の仕事できるようになりたいって言ってましたね。素直で何にでも一生懸命だし、今の仕事も楽しんではいるみたいだけど、本当はもっと歌の仕事をあげたいのよね。タレントとしての彼女も可愛いですが、守りは本当に歌うことが大好き。早く歌手として輝く姿が見たいです。だから非公式施設応援団長として何か守りのためにできることを探します。バリー、守りちゃんのことになるとさらにヤバい感じよね。そうですね。有名ミュージシャンだった頃の面影ゼロ。昔はミラージュマスターでもあったのにね。え、ミラージュマスター？ええ。でも彼はかつて強力な敵と戦って、その力を使い果たしてしまった。その時に彼のミラージュも消えてしまったの。そのことに責任を感じたバリーは塞ぎ込むようになって音楽業界から姿を消したの。その後いろいろあって、結局今はトレーナーをしてる。人に歴史ありですね。あの、この事務所にいるってことはもしかして守りもマスターなんですか？守りちゃんはマスターじゃないわよ。マスター候補ではあるけどね。候補？それじゃあ守りもミラージュの事件のことを知ってるんですか？うん、まだ何も教えてないわ。素質はあるけど、あんな小さな子を戦いに巻き込んでいいものか、まだ迷っててね。
だけど樹くん、もしもの時はあの子のことよろしくね。わかりました。と、私も出かける時間だわ。それじゃあね、樹くん。そういえば翼、聞いた？あたしたちの出てたナンノ、なかなか好評らしいわよ。どうしよう。いろんな人に見られてると思ったら、ドキドキしてきちゃったよ。そんなことでビビってどうするのよ。芸能人なんだから、見られてなんぼでしょ？守りちゃん？いきなりどうしたっていうのよ。生放送です、特番なんです。実はずっと憧れてたうたたまって番組に出られることになったんです。うたたま？震え歌謡魂の略でうたたまです。大東テレビで放送されている歌謡曲メインの1時間番組なんですけど、今度特番で2時間の生放送やるんです。うたたまはすごいんですよ。私の大好きな歌手さんはみんな出てるんです。つまり守りが大好きな歌番組の生放送に出れるってこと？バリーおじちゃんが番組作ってる人に推薦してくれたんです。バリーさんは？番組の人が友達だって言ってました。お友達さんはレンチンアイドルマモリンも見てくれてるみたいなんです。そんなすごい番組に出れるのか。よかったね、マモリ。はい、とっても嬉しいです。これからリハーサルなので頑張ります。行ってきます。うたたま、早く始まらないかな。守りちゃん、緊張してないといいんだけど。バリーも付き添ってるし、大丈夫よ。リラックスして番組を楽しんでると思うわ。それはそれとして、樹くん。はい。実は、この前の堀野沢ノブの事件で、一つ分かったことがあるの。ノブの性格が変わったのは、ダイバーテレビのポスター撮影の仕事を受けた前後らしいわ。ダイバーテレビ、私がオーディションを受けた場所ですね。ダイバーテレビがどっちにも関係してる。翼のオーディションに堀野沢さんの一件、少し気になる。もしかしてダイバーテレビに何かあるのかな。そうね、ダイバーテレビの内部に黒幕がいる可能性は高いと思うわ。キリアもそう思うか。決め打ちしちゃうのはちょっと怖いんだけど、他に突破口がないのも事実だものね。決め打ちは怖いんですか？テレビ局なんて出入りする人が多いから。ああ、確かにそうですね。ま、そうは言ってもようやく買えた宝くじよ。なんとしても当たりを出して状況を一変させてやるわ。さてと、守りちゃんの放送までまだ時間あるし、ちょっと出てくるわね。
ここか。え、剣？どうしてあなたが？いないか。チキはどこだ？チキ？あ、いや、チキってウタロイドの。ウタロイドのチキではない。ミラージュのチキだ。お前たちフォルトナがかくまっていることは分かっている。チキに何の用だ？知る必要は、いや、話してもお前たちには理解できん。そして無能の理解を待つほど俺は暇ではない。大切な仲間を目的もわからない人間に合わせるわけにはいかない。仲間か、くだらんな。チキを渡せ。俺の要求はそれだけだ。その要求は飲めない。そうか、ならばこれ以上の会話は無用だ。そこか。待て！チキ、どこにいる？出てきてくれ。チキに何をする気だ？邪魔をするな。俺にはお前たちの仲間ごっこに割く時間は1分1秒たりともない。これ以上お前たちが俺の目的を阻むなら容赦せん。